長野市で台風19号の被災者向けに民間の賃貸住宅を借り上げて提供する支援制度の受付が始まりました。長野市の支援制度の対象は、台風19号により住宅が全壊したか、半壊でも住めない状態になっている人などです。家賃の上限は世帯の人数によって異なりますが、最長で2年間住むことができます。 早めにこう住む場所を決めるとしたら借り上げ住宅が一番早いかなと思って現在避難所にはおよそ770人が暮らしていますが浸水した住宅の2階部分で生活している被災者などもいます市は必要な住宅の個数がどのくらいに上るか確認を進めています